こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は パートスターということで、今6時くらいかな、朝の5位です。はい、やっていきましょう。で、そのうち生放送を始め出すと思います。結構まあ一人でやってんのも無理になってきたので、いや、なかなかにこう戦いがね、まだまだ先も長いので、皆さんの応援パワーをいただきながら頑張りたいなという感じにはなってきております。とにかく孤独のこの戦いがね、なかなかに来るものがあったりとか、あとはね、なんだ、ツイッターで今の上位勢の人たちに相当煽りを受けたので、ネモさんマジでそんなもんなんすかみたいな煽りを受けたので、ちょっとこれは頑張るよっていう感じで今頑張っております。なんとか行きたい。あのね、ボールだ。こいつ絶好調だから打てないかもしれない。オッケー。これ逆転したいの、ホームラン。うわー、それだ。戻った。いやー、ファールですね。ファーム来たら空振りするな、多分。いやー、きつい。しかし、しっかりヒットにはできましたね。ボンダしなければゼロにはならないので、まあっていう感じはしています。これはでも勝てない。あざっす。あとは上位勢の人たちに向けてね、昨日1、2、3位の人とツイッターやり取りしてたんですけど、その時に、皆さんからどれくらいネモさん頑張るんですか？いやー、ちょっとまだ全然決めてなくて、ただ、100番くらいには、まあ言ってないんですけど、100番くらいには入りたいなっていう風に思っていて、で、もし皆さんが僕に譲ってくれるんだったらもうちょっと頑張りますみたいな話をしたら、譲りませんって言われたんで譲ってください動画を作りますって返答しといたんで、ちょっと今ここで訴えとこうかなと思います。みんな走るのやめよう。サムネ走るのやめようとかにしよう。全然落ちないね、高めだと。そうか、第3球を投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。怒りの仮面をかぶった山口さんかな。5回の裏、縦変化苦手なんだよな。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。マシンで捉えた。結構どの辺で合わせればいいか分かんないですからね、縦変化は。こいつで、そうここはなんとか追いつきたい。投げた。なんとかスライダーで対応したい。よく見ました。第2球投げた。ああ、今いけたな、高めだったから。第3球は打った当たりだ。これ絶不調だからいかんすね。ヒットに高校チーム点差を2点に縮めました。タイムリーツーベース。高校チームリードで迎える7回です。スリーベースヒットが出ればサイクルヒットになります。サイクルヒット狙いたいな。そして第2球投げた。いやー、逆方向か。バッター追い込まれました。第3球をこれスライダーっしょ。投げました。ありがとう。絶不調の時でもね、決め打ちできればなかなかいけますからね。ありがとうございました。対戦ありがとうございました。3-4-7か。順位上がんないよな、さすがにこの辺まで来ると。頑張ろう。諦めてはいけない。頑張ろう。皆さんのコメント欄にバー頑張れって応援書いてほしいな。もうそれくらい切羽詰まってきたわ。 OK、 すいません、一瞬動画が飛んだかと思います。続きからいきたいと思います。この回1番からの高打順になります。投げました。これ入んない、アウトか。下手したら、よし、アウトにならなきゃいい。今日これで3打数の3安打。第9
チェンジアップの方がいいかな。第2球投げました。まあ、確実性はあるんですよね、やっぱチェンジアップの方が。アウトにならないですからね、多分。ほぼほぼ。なんか相手が重い球とか、そういう系の、こう、特能を持ってたりすると、なかなかだけ飛ばないんで、結構悩ましかったりするんですよね。なんでサークルチェンジとかチェンジアップとか、溜めて当てられるさえすれば伸びる球種なんかをまあ狙ってもいいのかななんて思ったりはします。ふぅ。まあどうなんでしょうね。時速的に速いのか遅いのかもわからないけど。あんまりその計算とかをしておらず、普通に走っているっていう状況なので、どうなのかわからないですね、正直。高校チーム先制のチャンスを迎えました。投げました。いや、やべえ、ちょっとタックルとか狙うべきじゃない。しかもアウトか。高校チーム、この回は打順よく結構こういうピッチャー打ちづらいから。あー、サークルチェンジか。投球これから2球目打ちました。これはいい当たり。ナックルを狙ってはいけない。第9投げた。独身先生抜けた。センターバックホーム。早くこいつが小走りほしいな。高校チーム勝ち越しのチャンスです。第9見送ってストライク。キレのある変化球。第2球投げた。うわー、カットか。追い込まれました。投球はこれから3球目打った。これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。ホームランだ。ホームラン。完全にスライダーしかな頭にないからな、あのコース。まあ見ればいいって話なんですけど、タイムしてる手間もね、まあいいかなって感じなので、僕はそれぐらいのなんかざっくりした感じでバトスターはやってますね。疲れが出てしまう声。第9投げた。 まあこの逆転もしくは変化量の高いね、変化球をどれだけ打てるかの勝負ですから、ね、フォーク無理だ。第2球投げた。打ちました。フォークは無理なのでよろしくお願いいたします。高校チームリードで迎える7回です。今日3打点を挙げています。投げた。初球打ち、センター後方、ワンバウンドヒットになった。ツーベースヒット。バッターは6番。今日はここまで3打数1安打。投げました。これはスプリット見送ってストライク。第2球。いやー、危ねー。カウント1ボール1ストライク。投げました。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。外角からの際どい球、ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。もらった。打ちました。2塁ランナー3塁へ。抜けた。3塁回った。高校チーム1点入る。いや、あの高めのスプリットは絶対打てなかったですね。ストライク入ってきてる。高校チーム、いやー、ちょっと今どれくらいなんだろう。ランキング見ましょう。もうちょっとだな。もうちょっとで4位上がれるかもな。泉さんがね、コラボしてね、めちゃめちゃ頑張られているから、これは負けれねえみたいなとこはありますね、ちょっとだけね。よし、行こう、続き行こう。ふぅ。高校チーム同点のチャンスです。第9球打った。強い。わー、もったいないことしたな。スリーアウトチェンジ。二塁。まあ、こういうのがね、一個一個がね、積み重なっていくんで、ね、同点のチャンスを迎えました。最初のバッター疲れていてもしっかり対応はしたいですねって言おうとしてヒットにしてしまうっていうダメだな、勝負に負けそうだもん。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。あー下手。申し訳ない。見ている方にものすごく申し訳ない。まあ上手くないんですけど、もともとただね、余計下手になっている。1点追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。さあ次の投球、ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。危ない球。
投球これから4球目。いやーダメか、フォークはやはり難しい。まあまあ狙わない方がいいっすね、狙わない方がいいっすねって分かっているんだが打ってしまうっていう。第9投げたボール、ランナースタートを切った。ちょ余計なことはせんでいいぞ。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。第4球を投げた。これはさよならかかってますからね、集中集中。ふぅ、さよなら、逆転さよなら、スリー。これはそこそこでしょ。まあ、でもボン出してるからあれか。いやー頑張ろう頑張ろう。でそうだ、多分別動画も作ると思うんですけど、皆様にちょっと報告というかご意見いただきたいことがあって、10月の初旬にちょっと都内行く予定ができたので、なんかプチオフ会的なことができたらいいかなと思ってます。第3球を投げた、ストレートでストライク、バッター追い込まれました。サドラだ、セカンド正面、二塁フォースアウト、サドラ打てる。で、まだ実質するかどうか、実施するか、もうグダグダになっちゃった、ね、ぐちゃぐちゃになっちゃった、言葉が。実施するかどうか分かんないんですが、もしなんか皆さんからこう、まあ、やるんだったら参加したいよとか、まあ、いろんな意見をいただけないかなというところで、1年前に1回都内に行ったときに、オフ会やって、すごく、まあ、盛況いただいて、僕自身も楽しかったので、やりたいなとは思ってるんですけど、なかなかこう、日程的な問題と、あとは人手も足りてないので、そのあたり、もしご協力いただける方がね、いらっしゃれば的な感じですね。いらっしゃれば的な感じですね。もう本当に10月の初旬か、まあ平日でもいいんだったらって感じだな。ちょっとまだその辺も全くこう自分の中で、まあまたスタドラなんだな、結構急にバタバタっと決まったので、こう何にもプランできてなくて、でバトスタも走ってるんで、どうしようかなみたいな、一人じゃ無理だぞっていう感じになってます。なんかやっぱ場所とかもな、場所と規模がな、あらららららら、結構前回のオフ会の時に結構相当数の方お集めいただいたので、多分今回は結構急な連絡だしそんなにはならないと思うんですけど、まあ場所の確保とかも僕時間取れるのかな、まあ頑張って取るのかなっていう感じになっちゃっているので、まあなんか皆さんからご意見いただけたら嬉しいかななんて思ってます。まあ本当にそんな雑談をしながらのバトスター動画、そしてバトスター生放送を今後していくかなと思います。緊迫した場面が続きます。ああ高速スライダーか、スライダーなら絶対行ったんだろうな、ツーベースくらいは。諦めない、フォークはする。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、もうカウンター2ボール1ストライクです。投げた、4球目ストライク。第5球投げた、バチコン行って、高校チーム追加点のチャンスを迎えました。今日はフォアボールと、結構フォーク連投だな。投球これから2球目、カオルの皮をかぶったボクサンかな、バチコンいって、もう多分僕これの繰り返しだと思うんです。バチコンいって、最近好きな YouTuber の方がバチコンいってってずっと言ってて、それが映りました。さあ行こうか。まあ、この試合チケが終わるくらいには、ちょっと今回の、まあ、2日目になるのかな、の、まあ、簡単な、僕の途中報告なんですけど、ね、動画を終わろうかなと思ってます。マリンボールか、これが、他にも。なぁ、打ち抜いた。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。第1打席はスイングオッケー、打ちました、痛烈、いった
内角だと結構詰まることが多いっすね、進化系は。ここチーム、ここはなんとか追いつきたい。そう、復活。ハームボール見送ってストライク。第2球、投げました。これはボール。カウント1ボール1ストライク。復活だし、絶好調だし。インロー際どい球、ボール。膝元外れます。やめてやめて、その、アヘアヘパームおじさん。第5球、投げました。マリンボール見送ってボール。ここはよく選びました。ボールカウント3ボール。いやーもう全然打てない。打つコツを教えてください。そしてみんな走るのをやめよう。走るのをやめよう。みんな走るのをやめよう。ここはなんとか追いつきたい。投げました。外角低め見送ってストライク。まずは1球見ました。投げました。打ちました。お腹鳴った。お腹減りすぎた。高校チーム点差。高校チーム何としても得点を上げたい9回です。バッター寺岡、とりあえず出ない。抜けた。寺岡ヒットを放ちました。さすがに回ってこなかったか。これは得点ひどいな。ひどすぎた。得点がひどすぎた。あと2試合ぐらいやりますから。そうですね、僕はもうこんな感じのボロボロ状態なので、まあその声は元気に張って頑張っていきましょうって感じにはなってるんですけど、まあ実質プレイングボロボロ状態なので、ぜひ皆さんからね、熱い応援メッセージをね、第2球投げた、いただけたら嬉しいかなと。第3球を投げた。わあ、カットボールやめ。カットボールやめてください。本当にカットボールならカットボールって最初から言ってください。最初のバッターボックスは一番美味しい変化球ですからね、打ちやすくて。最初から言ってほしい、本当に。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。今日はレフトフライと小安で稼ごう。低め、外れてボール。第2球、投げた。うわぁ、ドロップ、それでやめようよ、そのコースは。第3球を投げた。ストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、投げた。もう。という感じで、一人で発狂してます、僕は。そうそう、これはね、良くないなと思って、生放送したい。投げました。初球空振り。ドロップとか打てる気しないんだよな。第2球、投げました。あー、チェンジアップか。チェンジアップは打てる気するんだが。第3球を投げました。ドロップは打てる気しない。この根元、これはナイアフライ。サードキャンパスの横。2試合連続でスコアヒットする。高校チーム最後のバッターになるのか。チェンジアップはやっぱ打てますね。打ちやすい比較的。面目を保てたが、得点は相当ひどそう。残り1試合チケットが残っていてよかった。もう僕のね、ブツブツ雑談動画になりますからね。このバトスタの動画に関しては、ただその僕のブツブツの話をね、聞いていただいて、その上でコメントを寄せていただいたら力になるので、よろしくお願いいたします。お願いすることしかできない。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。シューティングバチコン行って、もうね、テンションもおかしくなってくるんですよ、こんだけやってると。フォークスクリューボール。これはバチコンいかない。スラダー。これから2球目バチコン行って、やっぱ横変化っすね。基本は横変化。お、なんかめちゃめちゃこいつ顔に出ちゃうタイプなのかな、もろもろ。あー、やべえ、もったいね。めちゃめちゃもったいない感じになっちゃった。3万点変わるからな、ホームランしたら。スライダーにしてください。第3球を投げました。あー、危ねえ危ねえ、入んなかった。二塁ランナー三塁。次ギリ入りそうなコースでした。ここで前進守備を敷きます。来た。次は5球目。あー、ボールだ。あー、ちょ、ウエスト反応できない。第9投げた。独身術からのウエストは反応できない。第2球バチコンいって、打ちました。これはいい当たり。打球はレフトを見上げた。ホームラン。多分結構ね、このバトスタ動画ね、元気な僕を見ていただけると思います。プレイングに全く覇気はないんですけど、なんかテンションがおかしくなってくるから、元気な僕が皆さんに見ていただけるかなーなんて思ってます。
さあ残りの日程も頑張りますということで、皆さんぜひ応援いただければ嬉しく思います。ちょっとどこまでいけるかわかんないんですが、できるだけ頑張ろうかなとは思ってますので、コメント欄で応援コメいただけましたら非常に嬉しいですと媚びていきます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。